こんばんは。よろしくお願いいたします。今日は特別バージョンは、誕生日どなたが誕生日なんですかね。はーい、ゾロさん。ゾロさん、ローリーさん。ローリーさん、おめでとうございます。え、お二人ともなんですか。今月なんですか。今月。すごい、おめでとうございます。一週間違い。一週間違い、すごい、おめでとうございます。はい、もうありがとう。じゃあ、よかったね。はい、それでは、それではじゃないわ。ではお誕生日のお祝いとしまして、あの、熊木あんりさんの誕生日を。嬉しいなぁ。取ってつけたよ。いや、用意してきたんです。ありがとうございます。はい、ありがとう。
めでとうございます。おめでとうございます。どうぞ。よかった。この曲はご存知の方も多いかなと思うんですけど、10チャンネルの、6時のニュースの最後に赤ちゃんが出てくる芽生えっていうコーナーの、バックに流れている曲です。それではすいません、私の方で続けて歌わせていただきます。同じく私ほとんど熊木亜美さんの曲を歌わせていただいています。あまりちょっとご存じない方もあるかと思うんですけど、今の誕生日とか、たくさんいい歌作っておられて私好きで歌っています。次の曲も熊木亜美さんの曲で、戦いの矛盾です。私は満たされすぎている。お金がない怖さを知るには、私は満たされすぎている。食べるために働く気になるには。私は満たされすぎている。働きたくても働けない人がいて、飢えて舌をかじってる。命と金がつながらない場所にお腹の中にも戻れない。君は神様のすぐそばにいて、私は満たされすぎている。それでも私は私にしかできないことがあると信じる。泣きたい時にも泣けない人がいる。喉が潤うの、心と体が別々になりながらいつか何かを叶えるの。違う
ありがとうございました。すいません、あの先に私の方が3曲出せていただきます。次は、すいません、また同じく熊木杏里さんの曲で、ちょっとテンポのいい曲いきます。今日になるから
ません、あの一人でやらさせてください、すいません。この、中年さんのこの12弦ギターをですね、今日はちょっとどうしても弾きたくなってですね、ちょっとチャレンジをしてみたいなということで、ちょっとなっちゃんがね、あの全然合わせてもらえないので、ちょっと休憩をいただくということで、はい。あれ、中年さんどっか言います？はい。あ、はい、はい。いいですね、12弦ギター。ちょっと私も初めて12弦ギター触るんで、ちょっと上手に弾けないかもしれませんが、この響きが、先ほどちょっと触っててなんか非常に良かったんで、ちょっと十字弦ギターで、ネック太いですね、なんか指が届かないところもありますけど、はい、雰囲気で弾いてください。はい、雰囲気で。じゃあ、ちょっと久々に、浜田省吾さんをちょっと歌いたいと思います。「わけもない」
手。いいですね、12年ね。いいでしょ。いいですね、はい。今日持って帰ってもいいですか。いいですよ、代わりに持って帰ります。争奪戦。争奪戦で、それでは。それでは、もう一曲ちょっと静かな曲を歌わせていただきたいと思います。もう一曲はあの前ここでタコさんと一緒に音をね歌わさせていただいた時に歌わせていただいたあのシオンさん、このままだという曲を歌わせていただきます。Love.